さあ今月はゲストにこの方をお迎えしました。歌のプリンス様、篠宮夏樹役、そして篠宮さつき役の谷山紀章です。やったやった紀章が来たです。ありがとう、ありがとうございます。最多なんだって。俺そうなんだって。最多みたいですね。もしかしたら最多、うん、なんかこれもしかしたらってどういうことやんです、うん、だからスタッフもまだ調べきれてないっていうね。そういうことかな。で前来たのは2010年9月の、うん、キスよりすごい歌プリ放送室、うん、13回14回の時に来たと、うん、それから次が3年後の2013年8月、うん、愛を届ける歌プリ放送局の3回目4回目の時に来た、うん、そんで今回5年ぶりの登場。そんな役っけ。不思議よね。この5年で俺相当様変わりしてる、ね、本当にいろいろあったから。そうだいろいろありましたね。5年前の俺はそうではなかった時の俺、うんうん、そうではない俺と今そうだ、ね、そうな俺、そうな俺、うん、そうである俺っていう。ほんまやね。そうですよね。5年はだいぶ違うね。まずタバコ。そうだよね、うん、そうか、まだ吸ってましたっけ。5年前タバコ吸ってる。まだタバコ以前タバコ以後って分かる。マジか。2014年の1月21日ですから。僕がやめたのは、タバコやめてからもういろいろありましたもんね。私 ね, そうね、まあ、足が痛くなったりもあったけど、それも大体4年前だから。あ、そうか。5年前って言われるともうなんか本当一昔前の俺って感じなんだよね。そうだ、自分史みたいなのがあるとしたら生まれ変わってんだね。なんかあるね、それは、ね、すごいね。超ターニングポイントでしたから。やばいわ、すごい。そのターニングポイントには来てなかったです。これそうね。ね、だからちょうどいいよね、この5年経って改めて見比べることができる、うん、リニューアル谷山紀章でね。この歌プリ放送局放送室、うん、まあね、長谷さんじまして改めて。いやいやいや、見たり。いや、こちらこそ。そんな中だから歌プリはもう8年なんだって。長いっすね。ワールドカップおよび、うん、お前オリンピックは2回来てるやないか。そうそうそう、日暮さん2回起きてる。起きて寝て起きて、ほんまやね、うん、すごいな、ね、そう考えるとね、長いっすよ本当に、ね。なんかもう、なんて言ったらいいんだろう。なんかさ、こんな風になるとも思ってなかったもん。思ってなかった。誰も思ってなかった。思ってなかった、全く。すごいな、すげえよ。すげえな。来年何ラスベガスやんだっけ俺ら。そうらしいよ。やんないの。うん、その後は月でやるけど、ね。月でやる。月でやりますか。お前だけ火星でやるから、ね。なんで俺だけ距離伸びてんすか。火星遠いよ。ごめんなさい、時差がおかしいんですけど。帰ってくる頃に俺たちはもう違う姿になってるから。まず俺が生きてるかどうかも危ういっていう。大丈夫、お前浦島効果で行くから。大丈夫。下野さん。ねえ。